あー、香ばさびなあ。というわけでどうも、カズチャンネルのカズでございます。もう年末っていうか冬よ、冬。ただ冬の本気は1月からです。いや、なんとかしたよね。ほんで、まあ、この工場もうすごい楽でさ、いろいろ作業するのにね使わせていただいております。段ボールの仕分けとか、それもここでやっております。はい。ただね、寒いのよ。ほんでこういう寒い時に置きたいのがストーブ的なやつ。置きたいよね。わかるわかる。ちょっと古っぽいやつ置きたいよ。わかるよ。というわけで今回ですね、いいもの導入してきました。いいの見つけてきたんすよ。というわけでいきますよ。じゃじゃーんと、はい、なんとこちらですね、キャプテンスタッグかけるコロナの限定モデルでございます。ラインが違うのかというと、多分色のみかな。ただね、これかっこいいのよ。ちょっと見てって奥さん。というわけで早速見ていきましょう。よいしょ。ゆっくりさせてもらおうか。よいしょ。というわけで、いざ開封でございます。よいしょ。結構ね、このエアコンが発達してから石油ストーブね、卒業したわっていう方多いと思うし、まあマンションとかアパートによってそもそもがダメですよっていうパターンも多いのよ。どうしてもね、湿気だったりとか、そこら辺が増えすぎたりとか、なんかいろんな問題があるんだと思う。あとは二酸化炭素もまあ増えちゃったりするけども、まあ、だからこそ、取り扱いにはある程度注意は必要なんですけど、やっぱ小さい頃から使ってきたよね、家でね。はい。というわけで、まあ安心安全コロナのね、石油ストーブということで、ちゃんと注意など、聞いてやっていこうかと思います。ちなみに不良灯油は絶対使わない。いや、当然ですよね。1年ぐらい置いてるやつとかね、昨シーズンのものを使ったりとか、そういうのはダメです。うーわ、超イケメンなんだけど。うーわ、かっこ。はい。というわけで、デデデデン。うわ、なんだこれ。信じられないぐらいイケメンなんだけど。何やこれ、かっこいいの。え、いや、イケメンすぎでしょ。ちょっと今これ、ちょっと取り除きましてね。ごめんよ。うわ、これはイケメンだわ。見て、このかっこよさ。で、こうでしょ。どんだけかっこいいんだこれ。で、ここから給油するみたいなので、ちょっと早速給油ですね。はい、じゃあ給油入りますね。入りまーす。で、ここにゲージがちょっと隠れちゃう、見えてるんで、はい、はい、ゲージをいっぱいまでね。いや、ある程度でいいか。 OK です。はい、オッケーです。これで多分少しずつ染み込んでいくと思うので、ちょっと説明書でも読みながら待ちますかね。はい。ちなみになんですけども、テントの中でも使えるようになっております。ただキャプテンスタックのこのテントみたいな、この品番みたいな、なぜかというと、あらかじめこの通気口とかそこら辺が設けられてるみたいなんですよ。こんな感じでね、要は一酸化炭素中毒など不完全燃焼のそこら辺を防ぐために、必ず通気口が必要になってる。まあ、ほんで何を、楽しそうだね、テントの中でこれ使うのね。楽しそう羨ま、こんなでっかいテント持ってないわ通気口まで持ってない、羨までございます。まあ、というわけで、はい、もうちょっとかな、もうちょっと待ちますわ。さあ、というわけで、まあでも作りいい。あ、まあここがちょっと内側ザラついてる感じはあるけど、まあでもそこまでかな。そんな切れるまではいかんかな。うん。あ、でもここら辺ちょっとザラついてるかな。うん、ちょっと気をつけてくださいってぐらいで。まあでもすごい綺麗です。はい。で、まずは、いや、単一を、いや、ないんで、今回これ初めて使った炭酸入れてんだって。これ炭酸、ボルト的に足りるのかなっていう、その心配はあるんだけど、ちょ、これ入れてみますね。一回あかんかったら、これ時間にね、火パチってやればいけるからね、多分。こんなんかな。 OK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 。 よいしょ。さあ、戻す。はい、行くかな。ほんで、ちなみに五徳がこんな感じあるので、ここに直接乗せることもできるんですけど、まだオプションパーツがこれございまして、ちなみに今回価格2万4800円となっております。コンロとしては高いか安いか、よう分からない。最近ね、ちょっとオシャンティのやつ結構値段高くなってんのよだからそれで比べると、いや、わりかし全然マシじゃねっていうね。これ見て、これもついてきて、こんな感じで置いて、あ、結構カチってなんだね。うわ。で、ここでなんかいろいろね、煮たりとかしたらどうですかっていう形になっております。わ、いいね。ちょっと使ってみましょうかね。点火レバーなどいろいろ、いや、これ古いな方式。いくよ。まず燃焼にこう回していただいて、
なるほど。燃焼に回していただいて、で多分これでジュワッてね、これ足りんかったらダメかのもわからん。これいくよ。うわ懐かしい。これちょっと待って、見せたいな。この電熱線がね、ほら奥で光った。これでジュッてするんだけど、ちょまだ浸ってないかもわからんわ。熱は十分だと思う。浸ってないと思うだねー。もうちょっと待つか、ひたひたになるの。こういうのな。あ、来た。ん？いや、来てる。あったけ。ほんで、これ灯油燃えるときに水蒸気も発生するから、すげーしっとり、肌しっとり。あったけ。おーいやす。来た。はい、これ置かせていただいて、はい、炎がね、こうやって湧き起こって、あ、真ん中の部分もこれちょっと変色してきましたね。最高や。ででーん、落ち着いてきました。火がだいぶ、わ、いいね。で早速これ乗るかな。ちゃんと乗ります。あ、乗るわ。まあ地震でもない限りこれコポってなることはないんじゃないのかなと思うし、今回のこの付属品使うことでさらにね、安定感そこら辺めちゃくちゃ増すもん。あとこっちの方がね、まだ優しいと思うんですよ、火力がね。だからなんかじっくりコトコトやるにはこっちの方がいいんじゃないのかなとも思います。あと注意点としては、これ鍋めちゃめちゃちっちゃいので問題ないんですけど、鍋の底がめちゃくちゃ大きいやつね。まあでもさすがに乗せんと思うけど、これをね覆うような、そうするとなんか反射ね、反射熱で下の方が熱くなるから注意だよっていうのがあったんですけど、なかなかこの大きさを覆うようなやつってねえんじゃねえのかなって。もしかしたらここの範囲かもしれんけど、この五徳の大きさでこの以上のやつ乗せるってことは、まあ基本的にありえねえんじゃねえのかなと思います。ほんで今換気のためっていうか、開けすぎてるけど、はい、開けさせております。多分ね、これをみんなで囲ってさ、あーどうする、株でやらかしちゃったんだよな、ほらどうすればいいみたいな、みんなでさ、あの語り合うみたいな。まあでもあれだね、火力としてはこれ何キロカロリーあるんだろう。熱源としては、めちゃめちゃ大きいかというとそうでもないんですよね。出力 1.59kW になるので、私の持ってる豊臣レインボーね、レインボーストーブ、あちらの出力が 2.5 なので、それよりも、もう一段階こっちの方が低いそう、低いんだわ。なるほどね、出力がちっちゃいんだわ。あ、でも来てそれでも少しずつ温まってきてるみたいですね。あ、いいですね。さらにいい感じの温度に、あ、OK ですね。多分80度から90の間、いい。ではね、これキャンプ楽しく、過ごすコツとして、はい、どうも公式です。デデデーンと、はい、ヤプキタブレンドになっております。こちら Amazon でもスーパーでも売っておりますので、ぜひお茶最近飲んでないんだって方、飲んでみてください。ヤプキタブレンド、はい、原田誠也さん、ありがとうございます。私だけかと思う、カズメシでやったんですよ、これやったんですけど、いや、びっくりしたのがさ、うわ、ヒカキンくんはじめ社長にみたいな、え、そっちにもみたいな、ありがとうございますということで、ぜひ見てみてください。あの、そっちの方は面白いんでね、はい、私は真面目なんで、はい、面白いかわからんすけど、はい、これの美味しいね飲み方、あ、待って、あ、ちゃんと沸騰させる力あるんだ、これで。もう一個ね、いいのがここ横置いていいのかな、この熱くなったの。まあ、いっか。この横に避難できちゃうってのポイント、これいいよね。横こういったコップとかもこう置いとける、これポイントだよね。意外とここら辺ね、そんな熱くない、うん、ここ全然熱くないのよ。でこれがね、ちょっと冷えた時にね、はい、こちらお茶入れたことある？お、俺は急須ね、ない。昔真面目に急須使ってた時代、ていうか急須買ってたな、 Amazon で薄、極薄のやつ買ってたんですけど、こんなもんでいいかな。あの、急須真面目にね、使って、お、いや、そういえばお茶飲んでた時期あったわ、昔、自分。ね、日本人の心忘れてしまってたわ。これ、可愛いでしょ。これ、どうするのかっていうとさ、ほんとはお茶の中に、これ、入らん。ここ、直付けでもいいんだけど、早く入らんかったわ。こんな感じで、急須とかなくても、こんな感じで、ちょろちょろちょろってやって、抽出していただく。ちょっと今回、お湯の量、ちょっと多すぎたんだけど。こうするだけで、ほら見てください、はい、緑茶さんが出来上がってくんのです。あ、今回案件じゃないっすよ。これ玉露ね、楽しめると。いや、でもコーヒーでもいいだよね、これで入れたコーヒーとかも美味しそうだよね。いや、これ机になるってのが多分一番の激アツポイントかもわからん。これで、こういくよ、ピッと、これ蓋にもなると。で、また後でまたこれをね、ちょってつけてもね、多少出るからね、出汁が、うん、そうやって使っていただいても OK でございます。便利でしょ。さあ、ではいただきますか。 OK です。日本人に生まれて本当よかった。
いただきます。あー、調子いい。最高やねこれ。ほんでよ、ほんでよ、まあ、今回はお湯沸かしに使ったんだけども、まあ、煮物とかおでんとかそういったやつでも OK な、ちびちび食べるの最高だよね。ほんで、まあ、それが終わったら、こうやってこれも本当は最初からつけた方がいいんだけどね、一回していただくよ。これこういったやつがねあるからさ、これ温まるとこうなんかこれ電気入ってないのよ。やけどこう動き出して風の流れを作ってくれるっていう。びっくりしないで、いきなり動き出すからこれ。おおおおおおお、回り始めた、回り始めた。もうちょっと暖かくなってくるともっと凄まじく回るんですけど、優しい風がこうふわーっと出てくれるようになっております。めっちゃええやん。はい、というわけで本日こんなところで、終わりたいなと思います。いや結構ね、この風がない状態、ほんで今こう広いところであっても、あ、でもこう、あ、全然違うわ。ほんと真上だけあったかいんですよ。真上だけ、真上だけあったかいんですけど、こいつがね一個あるだけで全然違うわ。そうだね、全然違う。すげえ、この向いてる人はあったかいっすすげえあったかいわこれ。はい、もうこんな感じで風のないとこであればね、あの0度とかそういったところであっても一人だけは多分あったかいことでございましょう。いや悪くないわ、めちゃくちゃいい。このあったかさ伝わらんと思うけど、めちゃくちゃあったかい。いやこれありだな。ほんでやっぱこの周りにいろいろとね、机の代わりになっちゃってるってのこれまたいいとこでね。まあビールとか置いとくとややあったかくなるから、絶対そういうのはよした方がいいと思うけども、いいです、間違いなく。暖炉を囲ってるみたいな感覚ですごく楽しくなるんじゃないでしょうか。まあちょっとね、あの出力自体はねそこまで強くはないので、そこは注意点ではあるんですけども、楽しいこと間違いない、ある程度の広さの場所であれば使えるんじゃないのかなって思います。いやいいわ。で価格も25,000円ぐらい、まだ最近本当に価格上がってきてるからね、そこら辺と比べるとあの良心的な価格で出してくれたんじゃないのかなと思います。私はキャプテンスタック の直販ページで購入したんですけど、もし興味ある方あったら、注文してみてください。結構満足度高いです。というわけでまたお会いいたしましょう。バイバイ。